アメリカ勢対決、クレア・ビューが初優勝、ウィンブルドン・ジュニア。ウィンブルドンのジュニアノブで優勝した第3シードのクレア・ビュー、アメリカスラッシュ右とアンディ・アメリカスラッシュ左、拡大写真。イギリス・ロンドンで開催されているウィンブルドン7月3ダッシュ16日スラッシュグラスコートは、ジュニアノブの女子シングルス決勝が行われ、第3シードのクレア・ビュー、アメリカがアンディ・アメリカとのアメリカ勢対決を 6-2、5-7、6-2 で制し、シングルスでのグランドスラム、ジュニア初優勝を果たした。ビューは1992年にチャンダ・ルビン・アメリカが女子シングルス・ジュニアノブでタイトルを獲得して以来のアメリカ人としては25年ぶりの優勝者となった。両者ともに2000年生まれの17歳。リューはカリフォルニア州サウサンドオークス出身で、リーはペンシルベニア州デボン出身だ。今大会の女子シングルスジュニアノブでは5人のアメリカ人がベスト8入りを果たした。みんな本当にいいプレーをした。選手間でいい刺激を与え合うことができて、いい関係を築くことができていると言う。リューは6月の全仏オープン、ジュニア、フランス、パリスラッシュクレーコートでも決勝に進出し、そこでは15歳のホイットニー、オスイグエ、アメリカに 4-6、7-6、5、3-6 で敗れ、準優勝に終わっていた。ウィンブルドンジュニアの女子シングルスでアメリカ人同士が対決するのはメアリー・ブー・ダニエルズがアリシア・モールトンを倒した1979年以来。全仏オープンとウィンブルドンの両方で決勝に進出することは私の目標としていたこと。この試合に勝つことができて本当に嬉しいという。アメリカ人選手が全仏オープンジュニアとウィンブルドンジュニアの両方で優勝したのは1981年以来の快挙となる。次のグランドスラム大会は全米オープンとなる。リューは今度はジュニアノブではなく女子シングルス本戦に出場する。私は成長するために日々頑張っている。結果がついてくればいいけど、と言う。彼女はロンドンでやり残していることがもう一つあるという。まだインド料理を食べてないの。私はインド料理が大好き。今夜は絶対食べるわ。